何があるんだ。お、なんか。お。見て、クリス、お家がこんなにたくさん。色を変えてみたらどうなるかな。ああ、虫けけららずよ。よ。世の現れること、二度となしと思ったんだったら残念でした。あ、出た。ルールの。よほほほ。オカパイレツの模様。何日をデイビー・ジョーンズの元へいざ送らん。あの、海賊キャラがか、文豪キャラか、どっちかに絞れます。あ、うん。そうだ、ルールのさん。ランサー君が大変です。具合が悪くなっちゃったで。いやいや、ゲップはさせてみたかな。あと、中世風台本おろしとか飲ませるといいかもしれず。で、さよなら、まだ見え、かけてる暇なし。要は、この島を制圧し、しかるのち、何日を成敗す。ピチピチ重視な島をクイーン様に献上すれば、美しきクイーン殿の世に褒美を垂れるなしって、要は晴れてクイーン殿の頼れる左上だな、またやるんか、お前。ああ、すなわち、メルティーメットの下僕の座は、世のもの。心してみよう、何時でも滅ぼすデストロイヤー。このなんか変なのな姿、おっとちょっと待てよ、それもうちょっと待って、それはまさかあれじゃないか、あの俺があの旧実況の時に作った多分ボツになったゆえに現れなかったであろう、またこれなんかボクリングマシンだったっけな、これ。ああ、世のバトル団、羨ましいかな？悔しいかな？要は、偽の戦の神の片代。キングのゴミ捨て場より世が救出し、本世界のスクラップショップに行って修理したもの。それは僕たちが作ってボツになった設計図の。ああ、ナウ、教えてらん。真のボツの意味を。世の弾幕で、ボコリングマシンがしぶしぶバトルを開始した。何これ、すごっ。ルールのと戦うことになると思ってなかった、さすがに。あいつ弱いもん、弱いと思ってたからな。はあ、ちょっと分析するか。ルールの雇われミニボス、解雇されても現れるよ。一発芸もできるものなり。ルールの下にシンプルなことよ。転居せし、いや、大きい方が勝利なり。お、なるほど。この町には公園が不足している、確かに。なるほど。ターンエント、世の勝利、時期に何たらん。そしたら世はクイーン殿の左腕に昇進。漢字スキルがないでござる。なんかボードゲームみたいなの始まったぞ、おもろいな。普通におもろいことしてくれるな、ルーノ。結構前よりは活躍してるな。よし、オッケー、ターンエント。僕たちが勝ったらどうなるんですか？ああ。ねえ、考えてないのかよ。そこ考えてる。お、よし。少量区が足りない。ターンエンド。やめい！やめい！もう押し立てちゃダメ。世が勝たなきゃ困るの。危ない危ない危ない、はいはい、かすりもちゃんとやってって、よーし。この楽器あれだな、ファイナルファンタジーとかで聞くやつやな、なんかコーラスのやつ。へえ、いろんななんかあれに影響されてるんだよね、やっぱりトミー・ホークスさんって。いろんななんかゲームで聞く、その音源というか、
その交換なんて言うんだろうな、楽器みたいなやつを使ってくれるからかなりすごいねえ、なんだろう、好き、うん、とりあえず好き。トビーホークさんの曲やっぱり好きだわ。ゲッツ独占ターンエンド、かかれ我が不実坊主。で上から降ってくる、はい、一発当たっちゃったな。まあいいや、よし、次のターンぐらいかな。見よ、ゲームの決着のつき玉よ。 You win、 ついに世の勝利なり。ああ、いかなるものか虫けらず、最強部最強のようにコテンパンにされしきにはこの反物庫にぶっ倒されし気分は。それでこの後はどうなるんですか。ん、ウルヌさんの方がお家をたくさん占拠しましたよね。で、ははは、家に良き質問なり。何も考えてないんですね。うっさし、黙れなお知らんめん、世のトゥルーパワー。無視しなすよ、特大よ、ルールのカードのリアルパワーを。チーン大丈夫か、ルールの。そーん、ああ、そっか、ルールのさんもこの世界には適応できないんだね。じゃあ、行こっか。ルールの、かわいそうやな、なんかルールのさん。ここ、なんかかわいそう。かわいそうに。ん？あ、記念撮影のあれやね。ボートのアトラクションももうすぐ終わりみたいだね。あ、カメラがある。ポーズか何かする？よし。きっといい写真が撮れたね。あれ、僕たち今カメラと反対の方向いてなかった？なんです、よう、ここに置いてくつもり？そのフォトグラフも世には見せてくれないの？なんかかわいそうやな。いや、結構広いな、この城。カルタス城どころじゃないぞ、この館。ねえ、クリス。今頃スージは何をしてるかな？クリスも気にならない？それじゃあ、目を閉じて。思い浮かべてみようよ。スージは今何をしてるかなって。不思議なお月様。こんなの初めて見る。おー、ノエルやな。この世界、お姉ちゃんにも見せてあげられたらな。誰かいるの？え、待って。私はもう捕まってるよ。なんでまた捕まえられるの？スージ？今私を助けてくれた？今回だけだ。あ、うん。すごい複雑な関係になってんだよな、これ。いい感じだな、月は。そうだね。でもやっぱりちょっと変じゃない？私たちどうしてこんなところに。っていうか、ここは一体どこ？ああ、それはだな。そう、なんだ、夢だ。これは全部夢だよ。え？ああ、そっか。そうだよね。ああ、多分選択肢に関係ないんだろうな、このキャラクターたちは。前もそうだったよね。選択肢に関係なく進み始めるよね、ストーリーは。やっぱりなんかそこら辺が確信に関わってきそうだな、このゲームの。スージーがここにいるってことは夢だよね。ん？だって現実のスージーは私のこと助けてくれたりしないもん。私のことなんてちっとも気にかけないよ。ん？あ、なんてそんな風に思うんだ？だって、スージーは誰のことも気にかけないし。ああ、まあ確かにそうっちゃそうだけども。スージーがなんでお前をいじめないか考えたことあるか？
ああ、そんなのいつも考えてるよ。ひょっとしたらだけどさ、スージーが初めてお前のクラスに来た時、お前鉛筆貸し屋やったじゃん。ほら、キャンディーステッキみたいなダッセーやつ。んでその鉛筆、ガチでキャンディーみたいな味はしなかったけど、スージーはさ、その時のお前の笑った顔を覚えてて、こいつはいじめんのやめとこうって思ったんじゃねえの。それは、随分具体的だね。ああ、まあ、なんつうか。え、待って、あの鉛筆食べたの？いや、だからさ、てか、よく夢に出てこんのが、俺。そろそろ学校の課題やらなきゃや。スージー、さっきの斧をね、私は殴って目を覚まさせて。あ、んなことできるかよ。どうして、だってこれは夢でしょ。うん。それさ、もうちょいなんかして遊ばね。そうだね。バードリーは少し待っててもらっても。じゃあまずはこの部屋から脱出だな。じゃあ、バードリー、そう。このまま右の方へ進んで。あ、ここにある、この、観覧車に乗ればいい。ハート型のな。何グズグズしてんだよ。さっさと乗れよ。ごめん。夢叶ってんじゃん。お、なんかすご。え、なんだこれ。何をどうすりゃいいんだ。くそ、クリスならきっとわかんだろうな。いや、やっぱりクリスもわかんねえな、きっと。うん、わかんねえ、これは。どう印つけるんだ、これ。ああ、観覧車ってさ、車っつうか、どっちかで言うと、バカできる車輪だよな。やっぱりクリスと乗るのは、一緒に乗るのは違うな。どうしたんだよ、高いのとこ怖いのか。ううん、全然、むしろ高いところは大好き、はは。震えてんじゃねえか。あ、うん、ちょっとだけ怖いかも。でも、私ね、実は怖いもの好きなの。なんだよ、それ。ちょい頃、お姉ちゃん、よくお姉ちゃんと二人で、夜遅くまで怖い映画見てたんだ。最初は怖くて泣いてたけど、今はホラーゲーム映画を見ると、なんていうのかな、落ち着くみたいな。落ち着く？まあ俺も血のドロドロなの好きだけどな。確かに怖いんだけど、テレビ消したいじゃん、もう見えないでしょ。それより私が本当に怖いのは人かな、母。てかはっきり言えよ、俺が怖いって。あはは、そうだ、そうだね。スージも怖いかな。でもそれってスージのいいところでもあるのよ。あ、なんだよそれ、どういう意味だよ。スージは怖いけど悪い意味じゃないってこと。スージは規則を破ることを怖がらないでしょ。私にも突拍子もないことをする勇気があったらなって。あー、じゃあさ、今突拍子のないことするとしたらお前何する。え、そうだな、まずは窓から飛び降りる。だってこれは夢でしょ。飛び降りたら背中に大きな翼があって、ずっと遠くまで飛んでいって、そして振り返るとそこには、松の夜景やクリスマスの電飾みたいにキラキラしてるの。それは綺麗だろうな。てかお前さ、本当に飛び降りたりせんもんな。あ、どうかな？ねえ、スージー。スージーはこの景色を見て、どんなことを考える？ちょっと危ねえぞ、これ。俺？ああ。街が全部ちっこく見えるから、スージラとかに変身してぶっ壊してやったら楽しそうだな。あ、スージってはなんだよ。スージラに変身することがよく想像、よく変身する、やばい、噛んでる。変身することとかよく想像するの？ちょっと長いよ。長い。どう収集つけんだこれ。本当に。いつまで俺は。イベントシーンを喋り続けないとならないんだ。ああ。いや、今適当に思いついただけだ。スージの尻尾って嘘つくときにもいつもこうなるの？あ、みんなよ。俺は尻尾なんてない。これも夢だ。はあ、そっか、ごめん。じゃあ今度起きてるときに尻尾があるか見ないとね。な、やめろよ。あは、どうしたのスージ、大丈夫？お前らが大丈夫かってんだよ、ほんとに。お前ら全員。あんな、俺は、尻尾のことはあんまり人に知られたくねえんだよ。そっか。私は素敵な尻尾だと思うけどな。
へえ、そうかよ。尻尾振ってる。さて、あのバードにかわいそうなんだけど、ここまで来るともう触れてねえな。心が落ち着いたのかも。俺もだ。なんつうか割と正しかったな。え、うん。ああ。毎日こんな夢が見られたらいいのに。つうか別に夢じゃなきゃ いけねえわけでもねえだろ。え？ひょっとしたらそのいつかさ。あ、やばいやつ来た。やばい顔面のやつ来た。ちょっと待って、やばいやばい顔が。ノエル嬢、君を救うべくナイトが駆けつけたぞ。ああ、楽しい夢。終わりか？むっちゃ残念そうな顔するな。むちゃくちゃ残念そうな顔するな。だ、大丈夫だ。バードリーは味方だ。さっき手を踏んだんだ。そうともノエル嬢、案ずることなかれ。僕はバカになった。大丈夫だ。じゃあ、俺はちょっくら世界救ってくるわ。え、うん、頑張ってね。おい、投げてやろう。あとは任したからな。あ、仕方任されたよ、スーザン。へへ、ジニアスと共にあれ。あ、嵐のように去ってしまった。ノエル、君にどう伝えたらよいものか。君には、これまで本当に世話になりっぱなしだったね。申し訳ない。どうか許してほしい。嘘、バードリーが謝ってる？あやと、大丈夫。私、ちゃんとわかってるよ。二人きりの時はいつも優しくしてくれたよね。バーデリは私のために幸せな世界を作ろうとしてくれた。でもやっと分かってくれたんだね。その世界はだいぶひどかったって。え？え？いや、そうとも、それもある。それも謝ろう。でも、僕が謝りたかったのは、君に気を持たせてしまったことだ。ちょ、顔。分かってるよ。君が僕の勉強を見てくれていたのは、僕に惚れてるからだと。は？大丈夫、何の恥ずかしいことじゃない。むしろもったいないことさ。ただ、やっぱり本当のことを伝えなくては。僕は君との関係を壊したくなかった。だから、気持ちを答えるふりをしなければなら、と思っていたんだ。え、ちょっと待って、話が全然、それだけじゃない。実は僕は、別の人と好きになってしまったのかもしれない。ん？どうかやきもちなんか焼かないで。誰に？スージーにさ。はあ！壊れた。ちょっと。セガセガではなくスクエアエニックスです。壊れた。ちょっと、おっと、壊れた。どういうわけなんだよ。どういうわけだよ。俺、参上。あ。次回、ラルセンシス、デュエルスタンバイ。へへ、待たせたな。別に待ってないよ。なんてね。まだ闇、本当は待ってたよ。お前、もうちょっと闇の意味勉強した方がいいぜ。あ、これめっちゃすごい顔しなかった、今。よし、じゃあ行くか。仲間が全員集まった。なのに冷たい風が吹く。何らかのパワーがみなぎった。やっぱりラスボスが先か。あー、なんか無音だな。え？何それ？ケーブロイドロイド。あー、ケーブロイドの完全体みたいなやつか、これもしかして。ケーブロイドロイド。ケーブルを吸収してパワーアップした個体、要注意。ビズズ。やばそう。なんだそれ。すご。
はあ、めっちゃなんかすごいやつ飛ばしてきたな。よし、これでいくか。闘志がバチバチと強敵だな、かなり。中ボス級あるぞ、こいつ。オッケー、よし、ジズズ。オッケー、あー、だいたい単調だな。よし、おお、やばいな、分かりきれてないけど結構中ボス級のことはやってくるな。で 100%、 いや100万にならないか。わっ、新しいパターンな、ダウンした。CD ベグル、よし、来た。 OK、 びっくりするぐらい強かったな今。ああなるほど、そういうことね。いやでも地下室の道がいまだに分かんなかったな。ん？こっちは、ああなるほど。参考検索履歴、ブルドックンは実在のユーマか。ブルドックンと何かを掛け合わせたものだ。クリス、こいつお前の部屋に持ってけよ。いやそんなことしたら泥になっちゃうよ。ブルドックンほんま草。おお、この像やべえな。なんせこいつ俺の部屋に持ってこうぜ。え、でもそれじゃあ泥棒になっちゃうよ。数字っぽいが。中にはいろんな服が入ってる。ルルがこんな服着てんの見たことねえぞ。大砲の船は物体化できなかったようだ。カレンダーだ。全部のページが1日の最後の月で、毎日が25日だ。ベッドだ、寝る？どうせ自分のベッドじゃない。だからその言い回し、アンダーテールにもあったな。洋服ダンスだ。こっちはまあ、なんもないか。で、そっちがなんだ？あー、最初に通った場所みたいな感じのギミックだな。あ、怖い。あー、ばっぱい。オッケー、これ絶対ボスだな。クイーン戦だなこれ完全に。いたぞ、そこまでだクイーン野郎。おバカな子供たち、ナイスタイミング。これより世界は征服します。そこで見ていなさい、ノエルはもう私のもの。あの娘の意志は変化が生じるのは時間の問題。ノエルは自ら力を解放します。そんでこの世界は。そうはいかねえぜ、ノエルはバードリーが助けた。へえ、じゃあこれ誰？え、バードリーさん、どうして？彼の計画は阻止しました。私の制御プラグは自由に対応済み。ご家族みんなで永久下僕ステータスをお楽しみいただけます。わら、利品成分 10%、 邪悪成分 90%。 じゃあノエルは？わら、邪悪成分増加。さあどこかしら、私は答えを知っています。ざけんな。おやおや、あんたら二人のこと私は聞いてるのよ。力ずくで下僕にするのは残念だわ。残念&ワクワクするわ。ちょっと分析するか。あ、でも分析はない、分析はないのが意外。クイーンさん、ライトナーたちはどうなるんですか？彼らを幸せにするのが僕たちの務めでしょ。だからそうしてるじゃないよ。おお、あ、おもろい。なるほど、メルメロール。
ダイエットの私はすでに私の眷属トリコグラス。なるほど。でもその手は通用せんぞえ。オッケー。クイーンのアシッドシールドがすげえ。カンパイオール。あのグラスの3液でシールドを生成している。なあ、それ全部飲まねえか。ダメよ。私の、あんたらにはあげない。自分で飲んじゃうのかよ。冷たい光の、なんたらの中に来る日も来る日も、愉快な動物たちや甘いお菓子の弦を、映す画面をひたすら眺めている。すごっ。乾杯オール。その画面を指先でつつき快楽を享受している。そうやって苦しみから逃れているよ。お、あのオープニングでもやってたやつだ。オープニングっていうか、なんかその始まる時のなんかエフェクトみたいな、あれを攻撃で使ってきたか。さすがゆるめロール。ところが最近、町のインターネットが消失。このままでは彼らが享受していた安息の地は消えてしまう。あ、なんか、なんたらかんたら言ってたような、さすが町の住民が。任せんさい。当たると思うなよ。こういう時は強いぞ。そうなったら、一体誰がノエルを救うの？あの娘の奇妙で悲しい検索項目。一体誰が検索結果を返してるの？ああ、これちょっと怖いな。オッケー。わあ、多いな。乾杯オール。そこへ現れたのが騎士です。騎士がこの素晴らしい闇の世界に誕生させた。おお。おお、あれみたい、フラウィエのなんかあれみたい。フラウィエのなんか、本の攻撃みたいな。よし、みんなでクイーンに乾杯した。道は開かれた。あとはこの闇の世界を拡張するだけ。あー、やっぱり動かしてくる系か。すごいなぁ。やばいやばい。よし、クイーン乾杯オール。クイーンはグラスの単液を飲んだ。ふぅ、世界が闇に包まれればもう誰も苦しまなくていい。おい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 、オッケー。よし、みんなで私の館で何不自由なく暮らせます。毎日私を讃えて暮らせる。彼らも幸せ、私も幸せ。また来るな、シールドが。このシールドが厄介やな、やっぱり。乾杯オール。だから抵抗はやめて、闇の新時代の幕開けを喜びなさい。おお。え、何それ、怖い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 。何それ、新しいやつ使ってきたな。あー、マジか。乾杯オール行くか。みんなはケーブルで操るなんて間違ってます。え、そんなことするなんて言った覚えないわよ。よし、乾杯オール。火力がやばいんだよな、こいつ。お遊びはここまでです。私の攻撃通常バージョンには耐えたようだけど、気づいていなかったでしょ。私がずっと必殺技をダウンロードしていたことに。暖かき我が胸に抱かれ、暗黒の統治のもとに死滅しなさい。お？
何それ何それ、よし避け切ったぞ。なんか知らんけど、ん、アシットシールドが多分投げる、魔法を緩める、緩めるように癒しの歌これにしとこうか。よし、テーブルをカット。もっと活かした技になるはずだったけど、インターネットがダウンしちゃって。おお、飛距離伸びたか、若干気のせいか。よし、すごいな攻撃パターン。癒しの歌、おお、なるほど、よし来た。お、取れた？ん？ちょっとね、ごめん、スキップしちゃった。ちょっと、何やってるのあんた？なんで制御ケーブルが機能しないの？ここで優しい同志たちが見逃してくれたからだ。ここからは自由にやらせてもらう。クイーン、3人相手のバトルはシミュレーション済みかもしれないが、4人相手ならどうだ？シミュレーション実行 VS4。 これは私間違いなくやられるわね。ただし、わあ、何あれ、ちょっと見て、おお、なんかぶっちゃけゲッターしてどっか行ったぞ。あ、待て、そんなレガシー的な手段を使うなんて卑怯なの。このくダメか。おい、バードリー、あー、ちょっと巨星を張ってみたものの、あの、実はあのケーブルに僕のジューシーなエネルギーエキスを全部吸い取られてしまってね。バードリー、おい、大丈夫か、しっかりしろよ。あ、目の前が暗くなってきた。これはもう美しいゲーマーガールにキスされないと助からないだろう。バードリー、え、なんて、いや、気を失いかけてるとこ悪いけどさ、よく聞かれなかったぜ。もうちょいでかい声で言ってくれ。あ、いや、失礼。急にちょっとだけ勇気が出てきたみたいだ。お、そっか、よかった。あ、じゃあ、俺は、急いで、ナルが助けに行くから、またな。お、ちょっと、やばいぞ、危険だぞ、これ。あ、スーザンはいつも、実にミステリアスだ。じゃあって、あの、三角関係だったのが、Y字関係になったってこと、これ。ノエルはスージーのことが好きで、この顔芸野郎のバードリーは、あのスージーのことが好きで、でスージーはそうラルセルのことが好き。 Y 字関係だな、かなりのカオスだな。ちょっと、しかし僕には彼女の心の中に見える HP のバーのようにね。え、彼女の HP バーは今ピコンピコンなりまくっている。愛を求めて。あ、すまない、話が長くなったね。頑張ってくれたまえ、クリス。ジニアスと共にあらざること、ん、行こっか。え、まだあるってことこれ。まだ先があるってことこれ。